ハロー YouTube。 どうも、マサルです。今回は、今、この映像を撮影しているソニーの 4K ハンディカム AX55、 そして、OPPO のミドルレンジスマホ A83、 さらに、ドコモなどからつい先日発売がスタートしたサムスンの Galaxy S9 Plus、 この合計3つのモデルで暗所撮影の性能比較を行いたいと思います。まず一つ目がソニーの 4K ハンディカム AX55 で撮影した様子です。暗所撮影にはあまり強くないようで、肉眼で見たよりも少し暗く映っています。価格が20万円するカメラでこのスペックというのは少し残念です。続いては OPPO のエントリーモデル A83 で撮影した様子です。このモデルはエントリーモデルではありますが、肉眼で見たのとほぼ同じ明るさで撮れていますので、スマホのカメラとしてはスペックが高いと思います。そして最後が Galaxy S9 Plus です。とにかく明るく映っていて、なおかつノイズも少ないというかなり優秀なカメラです。他のカメラに比べ画角が狭くなってしまうというのが欠点ではありますが、この暗所撮影の性能は圧倒的です。もう一度見ていただくと、まずソニーの AX55 は動画専用のビデオカメラで、なおかつ価格も20万円するんですが、暗所撮影の性能は高くありません。そして OPPO の A83 です。こちらは国内で購入すると3万円程度で買えるスマホではありますが、カメラ性能は比較的良くて、肉眼と同じぐらいの明るさで撮影できます。そして最後が Galaxy S9 Plus です。とにかく暗所撮影の性能が高くて、今回比較した中で最も明るく撮れています。通常こういったカメラの場合、感度を上げすぎて黒い部分にノイズがかかってしまったりするんですが、この Galaxy S9 Plus の場合はノイズもほとんど目立たず、とてもよく撮れています。あと2ヶ月ぐらい先にソニーの Xperia XZ2 Premium という高感度撮影を売りにしたスマートフォンが発売されます。XZ2 Premium とこの Galaxy S9 Plus で暗所撮影の性能がどれぐらい違うか実際に購入して比較したいと思います。なお、今回取り上げたカメラやスマートフォンの販売店のリンクはこの動画の概要欄の方に貼っておきます。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。